ちょ、これは見なかったことにした方がいい。え、待ってくれ。ああ、よかった、いたわ。あったあった。ここの、名前がなんだっけ。あれだよね。服を渡して、あれか。行動を読んでもらった人だ。そうそうそう。この人が確か、行動を読んでもらった後に、なんか直せるものがあったら持ってきてみたいなことを。うん、ポンちゃんありがとう。そう、修理してくれるっていうから、どうかな。すごいトラッカーですね。トヒマ。これを使えば誰でもトラックできます。ぜひ。ここをアップデートして、すごいね。じゃーん。お、早い。できました、おちびさん。ありがとう。うん。なんか、ポンチョだけでいいのかな。そこに顔があるんだ。ちっちゃいモニターにあるんだね。かわいいね。これ顔が表示されるようになったのって最初から？人が開発した時からなのかな？写真あったけどどうだったっけね。これで、バーがこれだね。で、ももさんがいるはず。直してもらったよ。あ、そうか。先に、シームズだか、サムズさんに。トラッカーを渡して、ん？ちょっと待って。これは、見なかったことにした方がいい。え、待ってくれ。ああ、よかった、いたわ。え、そういうホラー演出じゃないよね。怖いにゃ。見なかったことにしておくにゃ。うん。持ってきたよ。うん。これで、お父さんのいる場所がわかるのか。生きていればいいけど。向こうの電源は入ってるっぽいな。ピングの反応があった。応答か。パパまで生きてる。ピングっていうのは心拍数とかそういう感じかな。彼らで言う。だから、ただトラッカーの先の探知機みたいなのがあるだけじゃなくて、生きてるっていうことまで今、保証されたんだね。トラッカーの指示に従おう。パパが行った場所がわかるかも。わかった。一緒に行こう。下水道まで行くのかな。まあ、サムズさんが何も気にしていないのであれば、まあ、猫ちゃんってこう、幽霊とかね、ちっちゃい動物って、そういう霊的な人間に見えないものが見えるとかよく言うからね。多分、その類なんでしょう。大丈夫？前気をつけてね。あ、あれか、あの扉の中だ。でもあれって、なんか特定の人でしか開けられないみたいな風に言ってたよね。確かこの人が言ってたはず。そうだ。あ、ガーディアンしか開けられない。村長さんか。この奥に、間違いない。パパは本当にスラムを出たんだ。そこは危険だけど、僕は真実を知る必要がある。やってみよう。開くのか。ガーディアンしか開かないって言ってたけど、あ、開くんだ。大丈夫？うわ、やばい。閉めた方が良くないか。町に入ってくる前に。こっちも危険区域なのか。猫ちゃんも勇敢になったね。そうか。大丈夫？君、すごい心配なんだけど。いや、でもお父さんを見たいか。そうだよね。その勇気を否定するのは良くないね。精一杯守ろう。あれ全部ザークの卵だ。きっと僕らは食べちゃう。これ以上僕は進めない。うん、それがいいと思う。君みたいに走れない。このバッジをつけて、パパが見たら、あ、なるほど。仲間だって分かってくれる。アウトサイダーバッジ。かわいいな。これ誰が考えたんだろう。僕がドアを開けてあげる。うん。ありがとう。いやー、怖いな。まだ屋内じゃないだけ、若干マシな気もするが。雨？いや、あれ？雨か。違う。漏れてるのか。そうだよね。雨降るはずはないもんな。でん。すごい。雑草、こんなにあるんだ。いろいろ改良されてってあったけど、こうやって種をまいて雑草として生える力はあるんだね。その辺は私たちの知ってる草木とあんまり変わらないんだ。見てください。この壁の大きさ。スラムとミッドタウンを分けるためのシンボルだった。壁ってこの上まで続いてる全体のことか。ダムみたいだね。実際上層から下に向けてゴミを投げ捨てていた。その上流階級的な人たちがそうしてたわけか。なんと恐ろしいことでしょうか。こんなことを続けたから最悪の結果になった。これさ、勝手な予想だけど、スラムの人たちにあの猫コーポレーションの技術があるとはあんまり思えないから、上層の人たちがゴミを全部投げて、だけど、悪臭とかでさ、臭いからなんとかしろって自分たちが投げたゴミを誰かになんとかしろって言って上層の会社がなんとかしようとした結果ザークが出てきちゃったんじゃないかな。だから本当にスラムの人たちはひたすらただただ犠牲になっただけというかデッドエンド。終わらせたくはないがー、これはね、わかるよ。戻れないやつだね。よくわかるよ。さあ、逃げよう。ああ、君らもいるんだね。左から行くよ。ジャンプ！右から、そして真ん中。これはね、絶対使っちゃいけないタイプの水。待ってくれ！エレンダ、オッケー。先にエレンダ押しておく。おっと！甘いよ。高橋名人さんほどではないが、それなりに連打力には自信がある。だてにゲーマーやってないんで。おっとっとっと、危ない。今よく大丈夫だった。めちゃくちゃいるな。これ彼来なくてよかったね。正しい判断だった。でも大丈夫。絶対お父さんは連れて帰ろうね。おっと、明日か。オッケー。うわ、いっぱいいる。車だ。人がいた形跡。オッケー。あっち。あー、揺れる。大丈夫？こっちか。で、もう一回こっちだ。このギミックは、前もあったね。あ、で、戻って、もう一回行こうか。で、気をつけて。今思えばこれただの汚水じゃないんだろうな。バクテリアというか細菌が多分いっぱいいるんだと思うな。はははは。第2ラウンドの始まりだ。さあ行くぜ。邪魔だよ。悪いけど消えてもらおう。君らに罪はないと思うけど大丈夫？猫ちゃん大丈夫？よかった。起きて。多分やばいと思う。大丈夫ですか？随分深くに落ちてしまいました。毒はこの辺り。思ったよりは近かったね。あーごめんね、怪我しちゃった。まあでも無事でよかった。ありがとね。毛づくろいしてる。よかった。猫ちゃん帰ったらチュール一生分あげたいな。そういえば地上にいた家族の猫ちゃんたち元気かな。地上が安全っぽくなったとはいえ、この現状を知った以上ちょっと不安だね。万が一ザークが、まあ、日の光大丈夫が苦手とはあったけど、なんか進化とか変異体で万が一日の光が大丈夫なザークとか生まれちゃったらっていうのを考えちゃうね。この先か。あ、いや待ってくれ。毒じゃないよな。ここで暮らした形跡がある。逃げてここで住んでたんだ。多分進めなくもなって戻れなくもなって。毒じゃないよな。頼む。一緒に働いていた科学者はいつもこう言ってた。早く定年退職して小さなコテージで一日中釣りをしていたい。もちろん町ではそんなことはできない。少なくとも100年は誰もそんなことできなかったでしょう。アウトサイドにたどり着いたら静かな釣り堀とたくさんの本がある小さなコテージを見つけられるのでしょうか。それこそがその科学者がずっと望んでいたこと。つまりすごい漠然としたでも平和っていうことだよね。ああよかった。これ毒じゃなかった。よかった。いや生きてるっていうふうには言ってたけど、そうか。でもこの見た目を見るに多分ザークに食べられたわけではないんだ。ここで寿命を迎えたっていう感じなんだろうね。夢見て自分なりにあがけた分良かったと言うべきなのか。でもずっと孤独だったんだよなこの人。進めないし帰れないしで辛かったんだろうな。ちょっと寄り添えた言葉ではないけど考えたくないね。もしかしたら何十年何百年ってずっと一人だったのかもしれないな。いるね。これは露店か？露店っぽいね。声がするなザークの。向こう側だね。こっち側も町か。スラムだねこっちも。いつ出てくるかわかんないから走るボタンに指をかけていいよ。怖いな。うわ。これは反応はないか。いないね。あ、あれ、配線が中に。あ、ザークだ。ライト当ててみる？ピカッ。全然大丈夫だね。じゃあ B12 は別に対ザーク用兵器なわけではないか。これ絶対ドクさんだ。まだ研究してるんだ、ここで。メモとかはないか。下に行こう。あ、いた！ドクさん、生えてよかった。ああ、ごめんね。あ、いかにも博士って感じ。うわぁ。待て、ザークではないな。誰だ？いや、そりゃ怖いよな。上の檻のザークが万が一逃げ出したかもっていう風に考えると、そりゃあたまげるよな。ごめんね。わしのバッジをつけてるではないか。どこで見つけた？息子からもらったのか。ああ、サムズ。賢いやつめ。あ、これそうか。お父さんにとっても、息子が生きているっていう証明にもなるのか。長い間ここに一人でいる。ディフラクサーのテストのためにここに来た。でもうまくいかなかった。これが対邪悪用兵器のことか。家に戻りたい。泣きたいほど息子に会いたい。息子さんも同じ気持ちだったよ。家の中は自由に見てくれ。だがどうやってこの場所から抜け出すかはわしには皆目見当がつかない。兵器はうまくいかなかったのか。これは人間たちはこんな格好をしていました。多分兵士っぽい格好だね。彼らは小さくて音をたくさん立てながら走り回っていました。子供たちか。子供たちがいるとストリートには活気が出ました。子育ては大変ですが、大人たちは子供を大きな愛情を持って育てました。僕はサムズに会いたがっています。それと同じでしょうか。そうだね。そこに多分ロボットと人間の差はないと思うな。これは音楽かな？その兵器とやらが、これか？うん。ウェポンって感じだね。おい、そのディフラクサーには気をつけろ。フルチャージでザークどもを紙吹雪のように吹き飛ばせる。この赤ん坊を動作させるには、1.21 ジゴワットってどれくらいの電力なんだろう。ここでそこまでの電力を起こさせるのは家の外にあるジェネレーターだけ。起動しない。ヒューズが飛んでいるようだ。私に向けないで。弾が入ってないと知ってても銃口を向けられるのは怖いな。修理するためには外に出なきゃいけないけど、ザークがいると。うん、お前ならやれる。お前がジェネレーターのところまで行ってヒューズを取り替えてくれれば。うん。わかった、ありがとう。きっと兵器を開発して、これでいけるってなってから必要な電力が外にあるっていうことに気づいたんだろうね。つまり研究が停滞したというか、失敗というよりは本当にどうしようもなく止まっちゃってただけなんだ。研究自体はうまくいってたんだ。さあ、このヒューズを持っていきなさい。新品だ。ありがとう。ジェネレーター起動時に大きな音が出る。うん。わかるよ。脱出のためのこうエンジンをかけると大きな音でゾンビがいっぱい寄ってくるみたいなのはよくあるね。お前がジェネレーターを直したらわしがリフラクサーにチャージして直ちに起動。このケーブルをたどっていきヒューズを取り替えるだけでいい。グッドラック。行こう。ケーブルをたどる。こっちか。確か来た道の方だったよね。あ、向こう側か。あれか？いや、違うな。後ろか。あー。どっから来るんだろう。ちょっとこれすんごい嫌な予感するな。近すぎて嫌な予感するな。でっかいボスとか出てこないだろうな。いやでも、毒と息子さんは会わせてあげたいな。行こう。ヒューズ。これで、来た。ああ、すんごい声する。ああ、いっぱい来た。あ、すごい。あ、紫外線か？あれ。ありがとう、毒。助かる。いや、待ってくれ。めちゃくちゃいるー。うおー。非常に、待ってくれ。これはね、すんごいまずいね。ギリギリ逃げた。今の、普通に助からないと思ってた。オッケー。毒、帰ってきたよ。オッケー。よかった。よかったね。息子に会えるよ。嬉しいね。でかした。リフラクサのパワーを見たか。思ったよりも一瞬で溶けるんだね。あ、本当に？すぐに小型ができるのすごいな。大丈夫？これビージュに痛くない？なんか、バチバチしてるけど。うん。ありがとう。うまくいった。ディフラクサーはお前のナイスなドローンにバッチリ。うん。私の、頼れる相棒です。電源が切れるわけではないが、あんまり使いすぎると故障するかもしれん。危険だということは忘れるな。本当に危ない時だけ使う。最終手段って感じか。ああ、でも、帰るまでが、遠足だからね。油断しないようにしよう。これか？うん。ディフューザーの使い方を、後で教えてくれる感じか？ディフューザーじゃないや。いや、待って、大丈夫。すごい声する。いるね。ここで、試し撃ちって感じかな。ザークを全部追い払って先に進む。リフラクサーを使うには L1。くらえ！なるほど。なんと、すごい効き目。だが思った通りオーバーヒート。少し冷ますといい。冷やすかな。ずーっとつけっぱなしはできないっていうことだね。ただ、追い込まれた状況での打開手段になるのはかなり大きいな。あ、こっちからいけるの？別のルートかな？あれ？スイッチがつかない。ああ。時間が経ってるだろうからね。ドアを開ける方法が何かあるはずだ。これを転がすと、なるほど。これを横にやって、で、こっちに入って、こっち。あの中か。このドラム缶回すのって結構力あるんじゃないかな。もうちょっとこっちかな？入れるか？あれ？あ、奥か。赤いやつだね。3倍速そう。OK。よっ。おお、ますますメタルギア。ここは？うわ、卵あるな。怖い。怖い。これだね。絶対ザーク来ると思うんですが、やろうか。シャッター。なるほど。内側から電力をつけなきゃいけないのか。うわっはっはっはーい。暗い！OK！ ある程度は減った。そしてクールダウンもかなり早いな。暗い。 OK。 ごめんね B12。 待って、それはまずい、毒。まずは毒を守ろう。私は大丈夫。やばいね。これはまずいね。暗い。うわ、もうちょっと改良のうちにしたいな。大丈夫。なんか知らんが私の方によく来るらしい。とりあえず毒は大丈夫だ。来い。 OK。 ごめんね。大丈夫、かじられてない。危なかった。家に帰るか。危ない危ない。でも、一瞬で溶かされて食べられるわけではないんだ。いや、それ逆に嫌だな。命尽きるまで、それなりの時間で食われてくのか。嫌だな。よかった、助けられて。クールダウンも早いけど、持続時間はかなり短いね。しっかり狙ってやらないとダメだな。気をつけよう。これか？何もないでくれ、村。息子に会わせてあげたい。頼む。ハッピーエンドを迎えたい。先行くよ。ん？